東方文化学院は、昭和時代戦前期の日本に存在していた国立の東洋学、アジア学の研究機関である。旧東方文化学院東京研究所、現、拓殖大学国際教育会館旧東方文化学院京都研究所、現、京都大学人文科学研究所付属東アジア人文情報学研究センター1929年4月。 外務省管轄の東方文化事業により、発足、東京、京都の2カ所に研究所を設置した。学院は、日本国内ではほとんど唯一の東洋学、中国学専門の研究拠点となり、第二次世界大戦後に活躍することになる多くの研究者を育成した。しかし、政府の要請する研究方針の受け入れをめぐって、東西の研究所で祖語が生じ、 1938年、両者は東京の東方文化学院と京都の東方文化研究所として分離独立した。戦後2つの研究所は廃止されたが、このうち京都の研究所は京都大学人文化学研究所に統合されその前身の一つとされている。設立の発端となったのは、高所24年に勃発した義和団の乱である。 結果として列強に敗北した新朝は、莫大な賠償金の支払いを余儀なくされ、これは、侵害革命後の中華民国にも引き継がれた。1920年代になって、中国国内では、抗日の機運が高揚し、日本政府はこれを緩和するため、文化事業の推進を図った。そこで、義和団の乱の賠償金などを基金として、外務省により、 大使文化事業特別会計が設けられ、1923年以降、日中共同の東方文化事業が運営されることになった。この事業は当初、日中双方で構成された東方文化事業総委員会により進められ、その下で北京には人文科学研究所、上海には自然科学研究所が設立された。 しかし1928年の災難事件により、東方文化事業総委員会は、中国側の委員が抗議の辞職を行ったため、活動継続が困難になってしまった。この事態に対し、東方文化事業を管轄していた外務省の内部では、大使文化事業特別会計法に、日本によって行うべき中国に関する学術研究と、あるのを根拠として、 中国の政局の変化に左右される北京、上海の研究機関とは別に日本国内に日本人学者からなる独自のシナ文化研究所を設立しようとする機運が起こった。そこで外務省の文化事業部長の職にあった岡部長影は東方文化事業総委員会の委員でもあったハットリュウ吉とカノナオキに対して打診を行い、二人は 合計33名の発起人を集め10月に東西で発起人会を開催、これを受けた外務省により東方文化学院の設立が決定された。当初の岡部の構想によれば、学院は東京だけに設置されることになっていたが、八ッ流の基地の京都は中国研究の盛んなところでもあるし、狩りの先生もおられるからという意向によって、京都にも研究所を設けることになった。 という話が伝わっている。1929年4月に外務大臣の助成金交付命令が下り東方文化学院東京研究所及び京都研究所が正式に発足した。学会代表として設立に尽力した服部は学院全体の代表である理事長及び東京研究所長、カノは京都研究所長にそれぞれ就任した。 東西両研究所の運営はそれぞれ東京、京都の両帝国大学の関係者が担当したが、東京、京都では若干の差異があった。すなわち、東京では著名な学者である、評議員が研究員を兼ね、若手研究者は女子としてしか採用されなかったのに対し、京都では評議員は研究指導員とし、その下で中堅、若手の研究者が、 専任研究員として採用され、研究者の育成に重点を置く体制が取られていた、とされる。研究資料としての図書の整備は、東京研究所は1929年10月に、石膏青田の人で、上海の蔵書家除足誠の東海蔵書楼蔵書約4700冊を、京都研究所は1929年8月に、高祖武志新の人で、天津の蔵書家と小の蔵書、 約2万7000冊を一括購入することで、その基礎を据えた。1937年、日中全面戦争が開始されると、政府は、従来の文献学的な中国文化研究に加え、より実極的要請に沿った現状分析研究を求めるようになった。干渉官庁である外務省は、東京、京都の研究所に、それぞれ新たな研究方針と、 関係の深い東京、京都料定大への移管を受け入れるかどうかを打診したが、東京研究所は、東大移管を拒否し、新たに現状分析的研究を進める方針を受容し、金星法制経済部を新設した。これに対し、古典学的研究に固執する京都研究所はあくまでこの方針を拒否し、外務省から京大への移管を希望した。 この結果、両研究所を一組織にまとめることが困難と判断した外務省は、両研究所の分離独立を決定し、1938年、それまでの東方文化学院は解体され、東京研究所は東方文化学院、京都研究所は東方文化研究所に改編された。京都の東方文化研究所は、兄弟遺憾を強く望み折衝を重ねたが、 研究領域の重複する京大人文科学研究所が1939年に新設されたことで、京大内に組織的受け皿がなくなり、この時点で統合は実現しなかった。東大遺憾を拒否した東方文化学院でも、1941年にやはり研究領域の重なる東京大学東洋文化研究所が発足すると、 研究者の一本釣りが始まり、書院の当分権遺跡が続いた。東方文化事業自体は外務省文化事業部から、新設の公委院、ついで大東和省に関されると、学院の予算は、義和団の乱売賞金ではなく、国家予算から拠出されることになり、不要不急の事業として大幅に削減され、研究活動の維持も困難になった。また、1942年、 東方文化学院研究員の宇佐美聖二郎が治安維持法違反容疑で逮捕された事件は学院に強い衝撃を与えた。学院は即座に宇佐美を追放処分とし一層国策に協力することで維持を図ったとされる。京都の東方文化研究所では国策研究機関である東和研究所の委託事業を受け入れなどを余儀なくされながらも 極力従来の古典研究中心の研究方針を守ろうとしたという。第二次世界大戦後、各研究所の改祖が行われ、東京の東方文化学院は1948年に廃止の上、東大東文献に吸収され、組織的には消滅した。一方、京都の東方文化研究所は、1949年、京都大学人文化学研究所、 西洋文化研究所との対等合併で新たな京都大学人文科学研究所が設立された際、人文圏の東方部に改編され、付属施設として東洋学文献センターが設置された県に改装。なお、東方文化学院は東大東文献と京大人文圏の前身とする一般的見解は、旧京都研究所を前身とする東方文化研究所が、 京大人文圏に組織丸ごと統合された東方文化研究所を現在の人文圏の前身の一つとし、それらの遠隔に研究しているという点を考えるならば、京都については正しいが、東京の東方文化学院が季節の東大東文圏に吸収された際に施設も人員も完全に移行したわけではなかったため、東京については正確な言い方ではない。学院の 主な事業は、東洋文化に関する文献資料の収集、学術研究の報告であり、研究成果は報告書として刊行された。比較的短い論文を発表するための起用紙として1931年、東方学法が創刊され、東京、京都それぞれ独立した文冊が刊行された。このうち、東方学法東京は1 9 4四年をもって中絶したが、 東方学法教とは、兄弟人文献に継承され、現在も観光を継続している。これに加え、中国の古典典石を東方文化総書として、復刻観光する古書複製事業も行われていたが、1938年の東西研究所の分離独立に伴い打ち切られた。分離後の東方文化学院で新設された、金星法制経済部は、 中国の現状分析を中心とし、以降この部門の研究員として、上田早宇佐美誠二郎、高橋雄二ら現代的な地域研究を志向する若手が専任研究員として採用され、当初の意図は置き、結果においては戦後活躍する現代中国研究者が育成されることになった。大塚に所在していた東方文化学院の施設は、そのまま東大東文研に継承。 使用され、一部は外務省研修所としても利用された。その後、当文県が1967年、東大本郷キャンパス内の現在地に移転し、さらに1995年外務省研修所も郊外の相模原に移転したため、土地と建物は民間に売却する予定となった。しかし、建物の文化的価値などから保存運動が始まり、はじめ、 東京大学に購入を要請したがそれは叶わず、近隣にキャンパスを持つ拓殖大学が購入することとなった。現在は拓殖大学国際教育会館として利用されている。なお現在東大東文献正面玄関の前にある一体の獅子像は旧東方文化学院から移設されたものである。一方、北白川に所在していた東方文化研究所の施設も、また、 京大人文圏によってそのまま使用された。当初、北白川の施設は人文圏本館とされたが、1975年、京大本部キャンパス近くの東一条に新しく本館が建築されたためこれ以降、文館と解消され、主として東方部及び東洋学文献センターが使用、気候改変を経て、現在は先日の人情券が使用している。 スパニッシュ様式が特徴的な同書屋は、浜田工作の案、武田51、東俣建造の設計によるもので、国の登録有形文化財に登録されている。東西両研究所の分離以前の学院理事長は、ハットリ・ウノ吉。理事は、宇野哲人、加野直樹、浜田工作、羽田・徹など。ありがとうございます。